お疲れ様ですじゃあ、間髪入れずにやりましょうか <laughs>。ちょっと一回、水分補給してもよろしいですか。鎌田さんの知らないところでですね、YouTube ライブ配信が最初の30分できなくてですね。 <laughs> 裏ですごくバタバタしておりましたけれども、<laughs> えーまあ、なんとか今、URL の方を変更して、はいえー、させていただいているというところでそういうトラブルがあったわけです、ね、そうなんです、安定して、はい、でも、鎌田さんが淡々とこうちゃんとやっていただけるんで、非常にこうありがたいなと <laughs> いや、いえ、大変ですね、<laughs> えー、それは、はいえー、見ておりましたけれども、はい、結構、あのー、まあ、この中にはですね今、受験されてる皆さんもいらっしゃったりとか、あるいはまあ行政書士でですね、 すでに今やられてるあの先生方もいらっしゃると思うんで、あのまあ今後のですねまあ実務に役立つようなお話も多かったなと思うんですが、私ねやっぱり、ね、鎌田さんのあの、はい、いつもねこの表が大好きなんですよね。ちょっとプレゼント。はい。<あ>これですね。こ<れ>はいこれね。はいはいこちら。これ結構もうなんなんだろうなその行政書士業務を考える上でこの図って。 ててを物語っるるような感じがするんでだ、ね <laughs> はい、から業務やられている時にこういう,こう思考回路というか業務を何か営業許可申請するんでもこの図のです、ね、意識を持って申請業務やられるかどうか。<laughs> <laughs> これすごく大事な視点だなというふうに思いますので、改めてあのこれからまあ開業されるあの方であったりとかですね、で今、実務やられている方なんかも、ちょっとあのご自身の業務なんかを見直す上では、非常にこういい整理の図なんじゃないかなというような感じがしますよね。うんはい、これ、よくできてます、ね。ありがとうございます。<laughs> なんかすごい偉そうな感じになっちゃうけど、これであれですよね、割と橋本先生とかの。はははいはい、はい あのー、ちょっと仕組み解釈の書籍とかも。意識してますかね。あ,ねうん、ねああいうのも意識してますね。はい。はい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 。じゃあ。 ざっくばらんにいろいろ話を。そうですね。これからちょっと3、40分間ですね、あの、私と鎌田さんで話をちょっとしていきたいなと思ったんですけれども、はい、あの、YouTube ライブの方でいろいろコメントとかでですね、あの、はいはい、質問が来たらそれに対してこういろいろ振っていこうと思ったんですけど、はい、まあ、なんせ配信トラブルあったので、<laughs> あの、私の方からちょっと質問しながらですね、はい。わかりました。うかなと思うんですけれども、はい、あの、今日のお話の中でも、はい 確かにね、その特定行政書士ってうん、うん、で我々は特定行政書士取った方がいいですよって話はよくするんですけれども、いらないっていう人も結構いるじゃないですか。結構多いですね。うん。なんなんですかね、あれね。うんと <laughs> やっぱりあの不服申し立てをするイメージがないっていう方々が多いのと、あと役所と喧嘩したくないっていう結構業界の人は多いかなっていうイメージはあります。そうですよね。 大体こう言われるのがわ我々はその役所と喧嘩するような、えー、そんな申請はしないししかもその不許可になるような事例なんかないんだと。 あまあ、確かにね、あの事例として受けるときっていうのは、役所と事前協議もしてますし、うん、あの基本は100%許可になるようなです、ね、あの申請書類を出すわけなんですけれども、ただ、あの特定行政書士の場合っていうのは、あの不利益処分も、ね、もちろんありえますし、われわれが自分が担当した事例じゃないものについて、扱う機会も結構あったりとかするわけですよね、不服申し立て事案というのはね。はい で、かつ、やっぱり、その特定行政書士の、その試験科目の中に。はい、まあ、要件事実論っていうのがあるわけですか。で、要件事実って何やと。うんうん、いうことで、結構、皆さん、あの、そこで、立ち止まってしまうことも、多かったりとかするんですけれども。どうですか、その要件事実論っていうのは。はい、どの辺が、こう、重要になってきますか。そうです、あの、まあ、要件事実に限らず、その事実認定も、そうなんですけれども。うんうん、その。 まあ営業許可の根拠となる法,あの法律があるじゃないですかでそれに当てはめていく作業っていうのが実務ではすごく重要になってくるわけなんですねであの基本的に行政書士普段の業務においてあのその要件に当てはめていくっていう作業はしてはいるんですよなんですけれども不服申し立ての場合になるとちょっとこう違う視点で要件事実とかあと事実認定とか いうところを見ていかなければならないので、まあ、こういうスキルっていうのは求められるかなとそうですよねあのまだ業務、ね、こうされたことない方とかだと、うん、事実認定だ、要件事実だと言われると、うん、な,あなんか難しく聞こえるかも分からないんですけどす、ねうん、ただ、あれなんですよ本当にあの我々も今デジタル化の,、ね、この波の中で AI にとってた変わられないところそれって何なのって話をすると、うん、やっぱりそれ。 多分訴訟実務とかでもそうだと思うんですけど弁護士さんとかの領域でもそうだと思うんですけど、うん、事実認定のところってはい、はい、これはなかなかそのお AI で処理できるものではないし、うん、そうだからやっぱここできる能力っていうのは伸ばすす必要はありますよねだから法律事実認定をしていくにあたって そ,のそもそも証拠を収集していく作業っていうのがあるのでその証拠を分,あの分析していったりとかっていうときにそこがじゃあ AI とか自動化でできるのかっていうようなものもありますのでやはりこの点については行政書士、うん、ま,まだまだ自然人が活躍する場面かなっていう気がしますね、うんうん、確かにそうですよね。うん でですの,であの、まあ、特定行政書士っていうのは、まあ、その不服申し立て、えー、これが代理でできるっていうことで,で、不服申し立ての代理なんか、そもそもそんなに案件ないじゃないかっていう人、多いんですけれども、ただ、あのその政策法務、えー、のプロっていうね考え方もそうなんですけど、事前手続きから事後手続きまで俯瞰してみれるっていう、ですね、まあ、そういうところを担保するという意味では、やはりあの、まあ、取っておいてしかるべきと思います。はい、でただ、まあ、試験自体はですねあのそんななに難しくないっって私が言っちゃう すごくまたま弊が出たりとかあの問題が生じるかもしれませんが <laughs> 行政書士試験ともう本当に行政書士試験の択、ね、一問題より簡単かもしれないあのあ<ー>なんでかというと5択から4択になるから、ね、そうですねそうっていうところはあるんですけれども <laughs> あのなんで知識忘れないうちに受けられておいたほうがいいのかなというふうには思いますけれども特に行政書士試験受験してまだ間もない方であれば あの早めに取っておいたた方がいいですね、うん、み皆さん結構、知識抜けられてあの大変だっておっしゃられるんですが、うんまあ、もちろんです、ね、それブラッシュアップずっとし続けるって大事なので、あのやらないといけないんですけれども、うん、でもね、やっぱりね、受験勉強から外れると、どうしても一般法に立ち返る機会っていうのが少なくなるものですから、ね、手続き法、不服審査法、受験訴訟法ね、まあ、この辺については覚えてるうちに。 こうやっていただけるといいんじゃないかということなんでしょうかね。はい、うん、そうですね。なるほど。はいじゃ まあ普段からねあの釜田さんとはまあよく話をするというかあともう一人ね<う>あの坂に徳永さんっていう方もいらっしゃってあ,、はい、あの我々ねなんかねその三人のあのまあなんでしょうねえー、まあメッセンジャーのグループがねあ,ーありますよねで <laughs>、はい、そこでねお互い違う業務やってるんですよあのお結構金融とか多いよねまああのまあ本当に様々ですね様々だよね、うん、そうでお互いなんかいろんななんだろうな 個別法の業務を扱うもんですから、うん、で様々な法律問題にぶち当たるんですね。うん、でその時にそこのグループにですね、とりあえずなんか。 こ,こんなこと今、その行政と解釈でもめてるんだけど、どうっていうと、そうすると、まあ、何かしらのヒントは得られる、ね、得られますね。<laughs> いや、こういう仲間を持つっていうのは非常にこう、ありがたいことで、で、やっぱりその、行政書士の,その方が、法律のやっぱプロで、こう、ある必要があるんですけれども、 やっぱそういう視点でこう見られてさっきの,、ね、あのまとめの表もそうなんですけどそういう視点で見られている先生方というのはやっぱりまだ少ないようなイメージがあってだからあの私はグループはです、ね、非常にこういつも助かっているところであ,りまあるんですけれども。はい まあちょっとそういう中で、まあ普段逆に改まって聞かないようなこととかをね、はいはいはい、今日はあの聞こうかなと、分かりました。はい、こういうふうに思っておりまして、はい、まあ今日の話も聞いてて結構ね、あのそれこそさっきの制作法務のプロのね、ところの資料の中で、はい、あのなんかこう手続きを一貫して俯瞰するみたいなの書いてあったんだけど、はいはい、はい、その俯瞰っていう字がね、はい、間違ってたのよ。あ、間違えてあの間違えてました。あっちの俯瞰になってたあの。 いやいや、別にいいんだけど、五字脱字の仕方が、行政法、めちゃくちゃの普段打ち込んでる人の間違い方で、結構ねおもろかったですね、あれ何ページだったかな、あんまりいいんだけど、鎌田さんにとって、今、業務やってて、行政法って、他の法律と比べてもね、なんか特別な存在なのかなって。 なんとなく感じてるんだけど、はいはい、行政法ってどんな存在ですか行政法はですねなんか、あのー、身近であって実態がない法,法律といいますかめちゃくちゃ面白いで、ね、す <laughs> よ。 学者の先生,方先生でなんか犬も歩けば棒に当たる、うん、まあ人も歩けば行政法に当たるってあの、まあ、確か宇賀先生だったからおっしゃってたんですけれどもまさしくその通りで普段のこの日常生活の中にその行政法がいろいろと隠れてる場面って多いじゃないですか。 ですごく身近なんだけれどもでもそこをこう深入りしていくと分からないことだらけだったりするんですよね。なのですごく実は身近であってつかみようのないえ法律なのかなっていうのが私のイメージの中ではありますねねなるほど、ねはい、確かにあのつかみどころないっていうのは、ねうん、すごく感じますよね。はい、でしかかもこれあのなんだろうな試験終わった後とかで 行政法を真剣に取り組んでみようという方もねはい、はい、意外とまあ少ないんだとは思うんですけど行政法って今、理論がまあかなり移り変わ,変わろうとしている感じでとそと新しい学者の先生方もちょっと今までの既存の学者の先生方が言ってないような理論とか結構ぶち込んでくるじゃないか <laughs> うです、ねうん、そうか。いい時代の変化に結構 対応していく学問としてもなんかすごく面白いですね。そうですね。うんうん、それはありますよね。なんか本当にそういう意味ではかなりこう実態を生き抜いている法律といいますか。そういう意味ではすごくこう勉強する意味では楽しいんですけれども、これをねこう仕事でやるってなると大変で。<laughs> 正直言うと、うん、確かにああそ,うでそれは聞きたかったかもしれないですね、はい、あのやっぱりどうしても、うん、その業務をやってですね事務所経営しないといけないってなりますと、まあ、私もそうなんですけどやっぱスタッフに給料を払わなきゃいけないので、うん、やっぱ、ね、こう営業していかなきゃいけないそうですねでその数字見ながらですねで、まあ、正直自分ではそこまで興味ないようなマーケティングとかねそういうのをやっていかなきゃいけないわけですよ。うんうん、で 大体はそれやってると、はい、法律の勉強とかする時間が取れないっていうね,あねそういう生すごく多いと思うんですけど鎌田さんってなんか、はい、ずっとやってるよね結構ねそうですね行政書士登録してからもなお、うん、行政法の例えばこう学者の方が書いてる本とかはどっかのタイミングで読むようにしてますでなんかその勉強やっぱ続けていくっていうのを のこう習慣にししてていくと、まあ、どうしても仕事で忙しいのでなかなか時間は取れないんですけれどもこ小一時間でもいいのでそういう習慣をつけておくといいのかなというふうに思います、ね、い,やーいいですよね、はい、やっぱそれ大事だなと思ってそれこそこの間ですねあの今コロナでいろんな補助金とか助成金給付金って出てるじゃないですか。で出てるんですけど 結構や実際やってみるとですよでは補助金申請やったりとかするとあの採択されてその通りにやってんるのに最終的にです、ね、あの交付されない決定みたいなね100万出るってはずはなんかゼ0円のです、ね、<laughs> 交付決定通知みたいなのがいきなり来たりするんですよ。でその時になんか 不服申し立てもできなければ何の問い合わせもできませんって通知書に書いてあってこれ法的にはどうなんだってあのその時初めてね私は補助金の決定とかに関してあんまり法的性質って考えてなかったんだけどあの時にあのやっぱすぐねさっき言ってたグループのメッセンジャーのところにあのこれどうなんっていうのを入れたら。 そしたら、まあ、ちょうど鎌田さんが、まあ、いろんなですね、あのー、最近の,その新型コロナウイルス関連で出てきたいいいろいろそういう給付金とか補助金とかの法的性質をね全部解説してるあ,のあ,<ー>ある論文がありましたね、でそれをいやこんなのあるんですよっ,つってあのそれ見せてもらってであれはもう面白かった、ねあ、本当ですか,よかったですいやそうあれも全部読んだけど、うん、あそうかなるほどなみたいな。うんその 結構、ねそのうん、いわゆる実務で給付金関連のものを扱う先生って、まあ、多くいらっしゃると思うんですけどあの行政手続きなのかそれとも契約なのかっていうのがあってで大まかに給付金関係のものってうん、うん、基本的に贈与契約の性質で処理しちゃうのでそうですね、うん、あの持続化給付金とかはねまさしくそうですよねそうそう規,定規定読むとね、うん、あれってその贈与契約って書いてあるんですよ、うん、持続化給付金って。 えあそうなんだなん、ね、贈与なんだみたいな、うん、じゃあなんか「くださいあげますど」どこで契約が成立したみたいなあれも結構ねそのどこで契約が成立してじゃあもらえない時債務不履行になるのかな、うん、どうかなとか結構無理くりな、ね、ところはありますよねでもこう給付金はやっぱりそういう契約の性質で処理していくことが多くてやっぱりこう裁判とかで これは申請に対する処分だということでうん、うん、争うような事例はあるんですけれども結構ばっさりと贈与契約だから処分性ないですって言って終わっちゃう場面が多いのかなと。 結構多いですよね、うん、あとはあの補助金適正化法っていうのに基づいて出されてるやつとかだとはい、はい、法律に基づいてされてるっていうことでこれは行政処分に該当するっていう可能性が高いっていう、ね、可能性が高いそうですねだからあの、はい、いわゆる処分制の有無みたいなね話ではあるんですけど処分制があれば不服申し立てもできるし取り消し訴訟もできるしうん、うん、って言うんだけどでも結構見てるとその法律に基づかない補助金とか助成金っ 結構あるよねそうなってくるとあれはどうなんみたいな処分制なしだからそうすると不服申し立てもできなければ何で争うのみたいなところはありますよね。ですよね。なので給付金関連で争うってなるとどうしても行政書士は不服申し立てしかできないので基本的に処分制の吟味がすごく重要になってくるんですよ。それれに弾かてしまううとも 訴訟の場面で当事者訴訟を使ったりとか、うんまあ、そういった形で処理していくのかなとなるほどね、うん、あでもね、この間内閣官房の人と話してたら、はいはい、で僕はその話したらすごい興味持って聞いてくれてこうなんですよって理論的な説明らしたら,、うん、したらあ、これ であの住民監査請求とかはできないんですかって言われたんですよ。ああ、なるほど。あまあ自治体のなんか自治体が出してる助成金とかねうんそういうのだったら、うん、そのお金の使い道のところでうん、まあ、不当ななんかちゃんと出すところ出してないとかで使い道ってことでおーって思ったけどあ<ー>、まあ、でも住民訴訟にその後行くこと考えるとなんか。<laughs> ちょっとね。勝ち筋じゃないよねうん、うん。難しいところはありますよね。発想としては面白いですよね。面白いですよね、うんで。結構そうやって実務やってるときに、今私が話してたような話って多分受験勉強で出てきてる話だと思うんですよ。処分,処分制の有無とか、住民監査請求とか。ねうん、だからあの実務と結構その乖離してるっていう方がいらっしゃるんですけど、それはあの、 もう実務になった瞬間にです、ね、あの行政法とか忘れちゃってあのそっちに立ち返らないというだけでめちゃくちゃ直結してるんですよね、うん、本来的には。なので、まあ、そういう時間を取ってで、うん、お互いに、ねね、そうやって論文をこうあの <laughs> 読んだ感想とかを言い合うとかそういう,こう仲間がいるとすごくあの心強いなという感じがしますよね。やっぱりこう 今後、理論的な側面って求められてくるので、やっぱりそういう法理論っていうのは勉強された方がいいのかなとは思いますそ,、うん、そうですよね。そ、うん、それこそあの行政不服審査法のはい、はい 改正法が施行されてからあの5年が経過するということで,でよく、ね、こう法改正があると不足のところで3年後に検討会開きますとか5年後にあのその改正法を改正して本当に良かったかどうかっていう検証をしますっていうそういうのがあの入っていることが多いんですけど、はい、行政不服審査法は5年で見直すって書いてあったんですね。 ちょっとここまずいんじゃないって提言書書かなきゃって言って年末、ね、<や>一瞬書きましたね案をそう総務省に対して、うん、そうやってちょっと提言書じゃちょっと書かなきゃって言ってねバーって1日で作ったよねあれね <laughs> 結構突貫工事でしたね,ね,ね時間なかったからね、うん、まあしょうがないんだけども、ね、な何入れたっけその <laughs> <で>えっと審査請求期間とうん、うん、えっとなんかいい あ,あ,あれ大事だった、それこそあの今回の事例集作ってる中でもすごく感じたと思うんですけど、あののけどあの答申は、ね、あの公開されてるんですけど、採決って結構公開されてないものが多いんですよ、うん、そのプライバシーの保護とか、そういう理由でですね、でも採決が公開されてないとですよ、 行政不服審査会で諮問して、せっかく伊藤博先生がいい答申をこう書いていらっしゃるにもかかわらず、<laughs> それをちゃんと踏まえた採決が出てるかどうかっていうのは分からんわけですよね。よねうん、あれは公開したほうがいいですよね,すよねって話になって、それ、提言書に入れたんですけど、うん、あれ公開したほうがいいですよね。うん、なんか一応、その、今年上がってきた意見書を見ると、あのま,まとめたやつを見てると、 まあ、公開する方針でなんか行くみたいな記載はあったんですけれども、あの、行政不服審査法上、えー、投資については公開しなきゃいけないっていう法的義務になってるんですが、えー、採決はこれ、務めなければならないなんですよね、公表については。なので、まあ、なかなかこう、開示しない。 あの出,出さないっていうようなえ自治体とかがまあ国もそうですけどもあるのかなっていう気はします、うんうん、確かにそうですよね結構でもその提言書書く機会って最近多いじゃないですか何か,かしらそうですねはい。 あれもその鎌田さんの話の中で出てきたこういうリーガルライティングそういうのにも関わって,って,、ね、関わってきますね結構行政書士の業務の中で許認可申請もそうなんですけれどもあの法的な意見をこう求められる場面ってあるじゃないですかうん、うん、でこの法律はこういうふうにこういう立て付けになってるからだからあの問題ないっていうような こう意見をこう入れたりする場面って申請とかでもそうなんですけどあってその時にちゃんと理論的に書けるかどうかっていうのが肝になってくるわけじゃないですか、うんうん、でこれはやっぱり不服申し立て事務にも行政書士事務にもどっちにしろこう共通する内容なのでこれはすごく重要な能力なのかなと。 いやそう思いますね、だからその審査請求書をちゃんと起案できるその能力があればですよ、本当にあのそういう、まあ、提言書も書けますし。で その行政の中で役割を求められるという機会がやっぱ今後増えてくるのでそこはあの狙ったほうがいいなと思いますうん、うん、あの今、私の本もです、ね、そのデ,ジタルデジタル庁とかの設置絡みで各省庁だったりとか議員さん周りでずっとそのいろんな接衝とか提言とかです,、ね、あのするわけなんですけれどの行政書士はです、ねえー、本当にこのデジタル化の波のタイミングの中で いいあの立ち位置、うん、かなり今気づけているところがあるんですよあの皆さん今行政書士をお持ちの方もね結構いらっしゃると思うんですけど多分その感じてる以上にその行政書士っていう資格の価値っていうのがですねあの、まあ、出てきてるというか国の方もだいぶ意識してるところがあってでその価値をちゃんと提供できるかどうかって、はい、やっぱその法的な文書が。 うんうん文書としてその普段の業務をねそうですね <laughs> ちゃんと書き出せるかどうかっていうのが、うんうん、すごく大事な大事ですよねところになってくるんだろうなと思うんですけどもどうですかねやっぱりそれにはある程度訓練が必要ですか訓練が必要ですね、うんうん、あの行政書士試験プロパーだとどうしてもそのこう文を書くっていうのが なかなかないのでこれはもう各自訓練していただくしかないのが実際のところですよね、おそらく。なんですけれどもいろいろ、いろんな本を読んだりですね書く練習をしていけば必ず書けるとは思うのでまずは本当に継続して勉強していくことを忘れずにやっていただければなと思います。でも本当に 提言書も含めそうですけれどもこう意見を求められる場面ってだいぶ増えてきたのかなって気がしますけど先生いや増えてきましたね、うん、何でしょうねあのこ,れこれ結構あの私が最近いろんな方と話してるときに行政書士のね特徴みたいなので言ってることがあってそれを言うと。 すごく我々意見を求められるっていうのがあるのでちょっと参考までにお話ししておきたいなと思うんですけの一つは例えば弁護士さんってあの弁護士さんあの、半分は東京にいますよね、弁護士全体の半分が東京に集中しちゃってるるという現象あるわけですがうん、うん、行政書士の仕事って地方でも結構あるじゃないですか、例えば農地転用とかですね開発の許可とかですね。 あるのでだから全自治体に行政書士ってばらけてるんですよ。行政書士っていうのは地方行政にめちゃくちゃ強いですよって言うと割とピンとくる人はピンとくるんですねあそうなんだみたいなですね。かつですねあのこれもねすっごい刺さるのが、はい、あの行政書士って確かに総務省管轄の資格ではあるんですけどうん、うん、所管ではあるんですけど。 例えば国土交通省のガラミの許認可、建設業の許可とか、体験、うん、業の免許とかそうですけども、厚労省の管轄の申請もあれば、うんうん、経産省の申請もあればというか形で、全省庁にわれわれの業務ってあるんですね。ありますね。うん、で、だからあの、どっかの省庁に肩入れをするようなポジショントーク、われわれしませんよっていう話、結構するんですよ。うんうんうん でそうするとえ、行政書士ってそういうなんか横串に刺すようなね今の河野太郎大臣がやろうとしているうん、うん、そういう行政改革的なところって一番なんか、うん、あのお役に立つ資格って行政書士なんじゃないの、ねうん、しかも地方行政強くて地方のローカルルール全部吸い上げることができるのみたいなのでそうですね、うん、すごい今引き合いあるんですね。うんうん、で ただ、その時にちゃんと分析した結果とか我々の行政手続きをさっきの鎌田さんの資料じゃないですけどそういう分析の仕方をして持っていかなきゃいけないそんなだからなんか手引きとかマニュアル読んでですねあの許認可申請してますみたいなそういう業務の仕方してると多分なんかその意見として求められることもないじゃないですか <laughs> そうですねそうだからやっぱりなんかその行政法の個別法の分析能力みたいなのは。 すごい今大事,大事ですね大事な状況だと思いますね、うん、あとなんかやっぱりこう今までの業務の,あの依頼っていうのがだんだん変わってきてるのがあって例えば昔だったら例えば一つの営業許可取ってくださいとかっていう,こう目的がもうしっかりしてたものが多かったと思うんですけど最近だと新しいビジネスを始めたいから まあこういうのをやりたいんだけれどもどういう法律が絡んであとどういう営業許可を取らなきゃいけないのかっていうような相談がだ,だんだん増えてきてるかな、うん、っていう気がして、うんうん、でその際にさっき黒澤先生おっしゃったようにこう法律、うん、法令を全部精査して何の営業許可があるのかとかどういう法規制がかかるのかっていう分析っていうのを今後、していく必要はあるのかなとは思いますね本当そうですね、あのー、何でしょうね。 ちょっとこれからの,その行政書士像じゃないですけど最近、よくいろいろ講演会だったりとか研修で言われるのがその未来の行政書士像を語ってくれみたいなことがあるんですけど鎌田さんとそういう話ってあんまりしたことなかったなと思ってうんまあデジタル化っていうのも一つ大きな波ではあると思うんですけどまあそれに限らずまあこれからの,その行政書士のスタイルとしては。 どういうところを大事にしていった方がいいとかって感じているところありますかあ,あの、まあ、さっきも私あのおは、申し上げましたけれども、まあ、こうふわっとしたこうご相談が多くなってきているっていうのが実態としてあるわけですよね、でその際に法律をこう分析していってこの営業許可が必要、この営業許可が必要、こういう法規制がかかる、こういうレギュレーションがあるよっていうようなお話を依頼人にしていくわけなんですよ。で これって、まあ、変な話、まあ、コンサル的な立ち回りといいますか、うんうん、だからその法律の,その立て付けをしっかり分析して、えー、それで許認可申請を、まあ、かけていってでその事業スキームの構築に、えー、おのお手伝いをしていくような、まあ、業態になっていくかなというふうに思うので、うんまあ、一つの行政書士の在り方としてはそういうコンサルティング的な側面で求められるかなと思います。なるほどですね 確かにで結構、コンサルティング能力ってこれ言われる先生、すごくいらっしゃると思うんですよ、うん、今後どうですかって言ったらコンサルティング能力が大事だと、うん、でただその真意をこうちゃんとこうつかみ取れるかっていうのは結構大事で、で人によってそのコンサルティングっていうイメージが結構異なってるような気もしてて、ですねどういうところにこう着眼点が空いてるかっていうところもあると思うんですけど、うんうん まあでも鎌田さんが今言っていただいたようなところの方向性というのはすすすごく共感するところかなという感じしますね,すね、うんまあ、せっかくあの許認可申請代理できるわけですからその根拠となる法律周りをしっかり見てでアドバイスをして差し,あの差し上げてあのお客さんの依頼人の えこうそのやりたいことのお手伝いをしていくような業務にはなってくると思うのでうん、うん、そういう意味では行政書士すごく活躍できるし今後そういう場面が増えていくはずですね。と思いますね、うん、あのこれもねよく言うんですけど今まで行政書士さんが出してた請求書の請求項目。 <laughs> ねまあ、請求項目が大体、手続き報酬なんですよ、うんうん、なんとかの許認可申請って書いてあるんですね、うんうん、でだけど、あのーまあ、そのデジタル化になっていったりとかしたときに、いわゆるその手続き的な仕事っていうのがなくなってくるわけですね、うん、その文書に穴埋めをするとか、うん、そういうのがなくなってくるので、そうすると、まあ、事前の法務相談であったりとか、うんうん、あるいはどうですかね。 うん、でもそういういスキームの策定とかもね結構ねい,い,いいですよねビジ,ネスビジネスモデルをこう構築する時の法的なスキーム策定みたいなのって結構、その、うん、まあコモンで入っている時って大体そういうの頼まれるじゃないですかその辺が項目として入ってくるといいんだろうなってなんとか申請じゃなくなると思うんですよね。うん、おそそらくなんかその、うんうん 例えばその医療法人とかあとこうえまあ医療法人を例に出せば例えば M&A とかの手続きで行政書士できるじゃないですかその際にそのえと買い取り予定の医療法人の,その 現況とかっていうのを調査したりするんで,す、ね、でまあ法律的にどういうふうになってるのかっていう,、まあ、こういわゆるこうデュー・デリジェンスとかっていったりするようなああいう業務っていうのも行政書士扱,う扱えるんですよ、うんうん、でそういうところで、えー、とこう行政書士の知見を出していくっていうのも一ついいのかなと思います。 確かに結構、その IPO を、ね、こう狙ってるところのサポートっていうのは、結構、熱いっちゃ熱いですよねあの結局、監査法人入るんで、うん、でそうすると、結構、やってることで、行政手続きとか、行政法規絡むようなビジネス、うん、大体の企業やってるんで、そこを洗いざらい見たいと、うん、そのチェックを、専門家の先生にお願いしたいって、ニーズありますね、うんうん あとは実際にその、なんだろう、う法令調査、 だけでこう業務を終えてしまうようなこともあったりもしてまあこう土地の上に何かこう建物を建てたいんだけれども今候補地が何個もあってここの,その権利関係とか許認可何が必要なのか調査してほしいとかっていうそういうご依頼もやっぱ来るのでその際にまあさっきの,あのこの図じゃないですけれどもあのこういうまあスキームこういうマップをしっかりと把握しておくと こう行政書士業務にかなり深みが出るといいますか見落としがなくなるかなとはこれのね本当に何だろうなその個別ビジネスの <はい S 1> で関連している行政法規も多分、複数あるんだけどそれの,その解放令とかうんうんあとは要項の部分とか自治体が勝手にこう引いているような解釈の部分だったりとかをそれを洗いざらいこれちゃんと出してあげたりとかすると。 これ意外とあんまり、ね、こうやれる人って少なくて法律のところはいけるんだけど、うん、要項とかだと公開してないから情報公開推計かけないといいいけなな、うんね、結構あるじゃないですか,うん、うん、かそこまでちゃんとやって地方行政の職員が何に基づいて処分してるのかっていうのを分析した資料を企業にフィードバックしてあげるっていう。はいうん それは確かにあの価値としては高いですね。実際にそういう業務も私受けてますけれども、やっぱり一定のニーズはあるかなという気はしますね。うんうん、はい。なるほどですね。あとも先ほど黒沢先生おっしゃったように、あの情報公開請求を活用するというのは行政書士としてはすごく重要なスキルだと思いますので、今日お話しするの忘れちゃいましたけれども、あの情報公開請求はぜひあの誰でもできますので、 あのもしよかったら趣味程度に文書を請求してみたらいかかがでしょうか確かに情報公開請求を多用できるっていうのがいかに大事かっていうのはこれ分かっている人たちはみんな言うんですよそうです、ね、だからその <laughs> ぜひあの自分の強みにこうしていただくためにも、はい、情報公開請求は、ね、いろいろ練習していただくといいんじゃないかなという感じがしておりまこうだんだんこう聞いてる方たちが疲れてきたんじゃないかっていうね。 そうです。なんかかましますか？え、な何が？あの、結構ね、こう喋り始めるとあの楽しくなっちゃって、あのちょっと勝手にこう喋り始めちゃうんですけど、だんだんこう皆さんのね顔色がねもう一時間半経ちますから、ですよね。休憩もなかったんで、大変ですよね。なかなかこういう講演会の機会もね今少なくなってるので、人の話をねこう長時間聞くっていうことがねなかなかない。いや僕僕も。 一時間以上ってなかなかこう聞けなくなってきてますね、うん、最近、ね。ですよね。私も途中飽き,飽きちゃいましたもんね。え、途中飽きた <laughs> <laughs> それは、それはダメですそれダメです、ね、それはダメです足がね、ちょっとガクガクしちゃったんで。えー、<laughs> 体がね、体が。そう、体がね。うん、確かに。でも本当にあの、黒沢先生さっき、さっきおっしゃったように、その、デジタル手続きの絡みとか、あと今後のその行政書士図 についてもそうですけれども、まあ、皆さんこう一人一人あの意識やっぱした方がいいですよね。このままだとこれどっちかっていうと僕はずっと結構その行政手続きのデジタル化って進めたい派だったんで開業したとはい、はい、時からもうそうだったんですけどこのコロナのタイミングで初めて。 全員行政というか国が本気になって今、取り組んでるわけですよね、このチャンスは絶対逃しちゃいけなくて、うんうん、だから今、こんななってスクラップアンドビルドでね、はい、日本の歴代続いてきたこういう行政構造を、ある意味、ちょっとぶち壊すようなことをやってるわけじゃないですか、改革を。うん、だからここに寄与できないというか、その行政処置としてチャンスを見いだせなかったら、うん、ちょっと ここから10年15年チャンスないぞっていうぐらいに、ねうん、思ってるぐらいなんですよね。だからもう絶対この12年はなんとかいろいろまあ次のねこの世代の人たちのその活路、はい、活路っていう意味でもまあ道をこう作るようなことをやらなきゃいけないかなとは思ってますし、うんうん、そうそうそう本当そうですよね。 あとも本当にその行政書士の視点から、こうデジタル手続きに馴染むのと馴染まないのっていうのを、行政書士からやっぱ発信していかなきゃいけない、う,う,うん、うん、と思うんですよ。あのー、やっぱり我々の業務に直結するので、これ全部デジタル化しちゃったら、いや、ちょっと、 実務的にはこれどうなのっていうのがあったりするじゃないですか。そうね。なんか現地調査、うん、これはあった方がいいんじゃないのとかですね。うん、ねそう,うん、うん、あの、携帯しなきゃいけない、例えば許可書、まあ、古物営業なんかそうですけれども、あの、ああいうのって、じゃあデジタル手続きで、あの、代用できるのか、それとも現物のまま残した方がいいのか、まあ、そういうところも、もうこう、実務的な観点からやっぱり見ていかなければならなくて、そこをこう、 強制書士がモノモしていかなければならないかなとは思ってますね。どうしても乖離しちゃうんで、現場と、うん、そうですね。だからやっぱりなんでしょうね。今求められてるところっていうのが明確にあるので、まあぜひですねあの今まさに勉強してる方たちとか勉強したての方たちなんかが。はい あの、そういった分野だったりとかですね。入っていっていただきたいなっていう感じです。ですねうん、あの、デジタル側もフェーズあるんで、で、その、とりあえずはオンライン化をこうしていく流れなんですね。オンラインフォームが出来上がってっていうね。オンライン化してって、で、もう本格的なそのデジタル化ってなったら、そもそもフォームとかそういうのがいらなくなるわけですから、うんうん、やっぱなんかそういうのをちょっと意識しながら、 だから業務がこうどんどん変わっていくと思うんですけど、うん、過渡期だと思うんですけど、うん、まあそ,それ以上にこうチャンスが眠っているというふうに感じますので、うんまあ、あこの不服申し立てに限らずですね、うん、特定行政書士のそういう視点で行政過程を俯瞰すると。 ね、そうですね俯瞰 <laughs> していただいてそういうのがこう重要かなということでしょうか、はい、さあじゃあちょっとお時間がまあそろそろかなという感じもしておりますので一旦ちょっとこの辺でこう締めつつですねあの、まあ、できればご質問とか、ね、あったら1個2個ぐらいこう受けたいなとは思うんですけれども、はいはい、なかなか、ね、こういう会場でその。 ご質問どうですかって言ってもちょっと厳しいですよね。つらいですかね。まああの今回はこういう時は伊藤広志先生にちょっとなんか質問ないですかってでもなんかえぐい質問してたからちょっと答えられなかったらどうしようって答えられないますよね。やめときます。えっとじゃあ最後どうですかね。あの質問がなさそうでしたらせっかくあの ですから、本の、ご紹介します。確か,確かに、確かに、本のご紹介もちょっとしつつですね。はい、もしちょっとその間に、なんかこれは聞いてみたいなとかってあれば。あの、後ほど、じゃ、あの、あの個別に対応しますので。うんはい。ね、い,いんですよ。あ、うん、あお、どうぞ,どうぞ、はい、どうぞ、どうぞ。はい。はい はいはい。いはい。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  うん、はい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 ちょっと質問を繰り返しさせていただきますあの、はい、ここに入,入ってないと入ってないですよねはいあれだからね、うん、えっと今のご質問はですね、えーまあ、先ほどの話の中でもその業務がちょっと変化していくということでいわゆる手続き業務 から少しそのまあデジタル化していった先の例えばコンサルティング業務だったりとかそうやってあの変化していく中でやっぱり行政書士法の規定自体職務範囲自体がやっぱ書面作成をこうまあ原則としているといいますかそれがこう書かれているのでその辺のちょっと改正とかも含めて考えていかなければいけないんじゃないか行政書士法の文言ですねでその点については何かお考えありますかというご質問いただきましたけれども、はい。 どううでしょうね,そうですねあの今、現状としてはその例えば調査報告書を作成となったときにまあその意見をまとめてえ調査報告という形で納品するケースってあると思うんですけれどもまあこれについては別に。 特段問題ないですしそもそも行政書士相談で報酬取れるので、うん、それについて今現状行政書士法がう々ぬんというので、えー、障壁になることはないとは思うんですがあのやっぱり実態に即して法改正というのはしていかなければなりませんので、まあ、今後の,あの課題としてあの検討すべきことなのかなというふうに思います。はい 結構ねその電磁的記録の作成っていうあの書き方が今、されてるんですよね、うん、ねあの行政書士の法律の中ではですねな,なんですけど、電磁的記録ってなんだと、電磁的記録の作成っていうのは、いつ時点のことを言うんですか、うん、とかっていうのが、これはね、やっぱりデジタル化が進んでいって、 例えばブロックチェーンを利用するのかなのかというところもあるんですけどもそれによってあのだいぶ変わってきちゃうんですよね解釈が。であんまりその拡大解釈でどうのこうのっていうよりかはやっぱり定義をあのおっしゃるように変えていかないとあのだってすごい今のだいぶ前にですねそういう言葉を考えてるわけなんでやっぱり今の技術に照らした ちょっと法令のです、ね、ブラッシュアップというのは必要なんだろうなという感じがういます本当に行政処置法はころころ変わってきてはいるので今後、そういう、まあ、実態に即して、まあ、改正をしていくことも、えー、検討課題として、まあ、私はあの別に。 偉い人間でもないので、代表者みたいに言ってますけどあの、検討していく必要はあるのかなというふうには思いますね。はい。うんうん、はい、了解です。じゃあ、ちょっと、せっかくですから、書籍のですね、ご案内もしつつ、はい、これど、どうですか苦労した点多かったんじゃないですかそうですね、あの、まあ、他の、ね、執筆者の先生たちも結構いらっしゃったんで、まあ、本当にね、 <laughs> あの一個一個こう原稿を書くことが大変だったっていうのがあるんですけどあのそもそも今日伊藤先生もおっしゃったようにあの採決が載ってるある答申採決事例集ってあんまなかったんですよねこの手の本ってで採決公開されてないものについては、まあ、先ほどあの情報公開請求のお話し,しましたけれども、えー、採決書を特定してですね え、情報公開請求をかけて書き集めていくっていう作業をしてましたから、あの、これがすごく大変だったかなと。うん。で、あとはまあ、あの、執筆者の先生方も皆さん、あの、黒沢先生も含め、あの、実務家としてすごく素晴らしい先生方が書いていただいているので、内容としてはもう12分、13分。 15分オッケーかなと。<laughs> <laughs> まあ、鎌田さんのね、ちゃんとチェックが入ってるから、大丈夫じゃないかと思いますけれども。 あのいやでも本当に、一つの事案とかでも、その採決見るだけじゃなくて、結局、それがその後訴訟にもこう発展してで、何個かいくつか関連した訴訟とかが出てくると、その判決とかも全部追わないと解説書けなくて、ですね、うん、これ、とんでもないこう引き受けちゃったな、執筆だと思って、だいぶ途中で後悔しましたけども <laughs>、ええ、これ、めちゃくちゃ大変ですよね、たぶん,ねんね、1ですよね。うんそううん で,でもあのやっぱり行政書士特に特定行政書士がこういう答申とか採決の,あの表尺を書くっていうのを今までやってこなかったのでこれは絶対やらなきゃだめだなって、ね、やっぱ心の中では思ってたんですよねで今回いろいろとそういうご縁もございまして、えー、まあかなり私のわがままも通させていただきましたけれどもあの行政書士としても使えますし、まあ、今日ご覧になられている 多資料の方がいらっしゃるかわからないですけれどもまあ弁護士さんとか税理士さん社労士さんとかにもこう読んでいただける内容かなというふうふに思っておりますあと、なんかもう本当に各行政手続きがばーっていろんな業務出てるんで見渡すだけでもあこんな幅広い分野がその行政書士業務としてありえるんだっていう、うん、あの気づいてない業務とかも見つけられる可能性も結構あるんじゃないかなっていう気がしますんです、ね。はい まあ一冊手元に置いていただいて損は絶対ないような書籍かなという感じはしますね。特に行政書士で結構こうアカデミックな内容ってあまり扱ってこなかった嫌いがあるんですけれどもうん、うん、今回かなり論文も皆さん読み込んでもらいましてで条文の解説集とかも読んであのかなりガチガチの理論的に。うん 構成をしておりますので、かなりあの、ちょっと書き方的には難しい内容にはなってるかとは思うんですけれども、あの、必ずどっかのタイミングで使える <laughs> と言っても過言ではないかなと私自身は思っていますので、もしあの、よろしければ、あの、お手元に一冊、あの、あるといいのかなというふうに思います。ぜひお買い求めいただけ、なんかいやらしいですね <laughs>。お買い求めいただければなというふうに思います。はい。 あ今日は消費税をサービスしていただけるとうあらうらららなんと、日本法令さんがいらっしゃってるんで、あそうなんですね、えー、あらららら,ら,ら、らこれほどのことも伺っておりますんで、はい、もしあの今日その場でね、あのはい、新宿エルタ本校であのお買い求めいただける方は、ですね後ろでご購入いただけますんで、ぜひ,ぜひというところですかね。はい、はい ささだかなんかものすごいバンみたいなですねはいであとあのまあせっかくなんでですねあのまあ我々もちょっと今日はこうして久しぶりにこう生のこう会場でやらせていただいたんで、はい、もしねあのおつながりこういただける方なんかに関してはまああのメシ交換とか含めてですねあのこの後させていただきたいなというふうに思っておりますんで、はい、であとユーチューブライブの方がですねあの今日本当に配信のちょっと不手際がそのあの最初 にあったとということで最初にちょっとご覧いただけなかった方は申し訳ないんですけれども一応、あのーまあ、記録は全部残っていて多分今全部見れる状態には今なってるということなんでちょっと後で見ていただく感じになるかとは思いますけれども。はいはい まあ、YouTube の方で、えー、ご覧いただいた皆さんもありがとうございましたまた何かご意見ご感想あればですね、えー、私ツイッターとかもやってるのでツイッターの方に直接メッセージいただいても結構ですし、えー、ぜひご意,見ご意見いただけたらというふうに思っておりますじゃあちょっと長時間、ね、かなり長生きになりましたけれども、はい <laughs> えー、今日はこの辺で、はいえー、終わりにさせていただきたいなというふうに思いますごご、えー、ご清聴あありりががととううざざいいままししたた